はい、どうも皆さん、こんにちは。ニューポテトパーティーの様子。ショータでーす。よっしゃ、よっしゃ。ハロー、ニューポテトパーティーのヤスケです。ショータでーす。はい、ということでですね、今日はショータ君が企画を持ってきたということなんですけど、どんな企画でしょうか？そうです。今日はですね、企業のロゴってあるじゃないですか。はい、いろいろありますね。いきなりなんですけど、試しにマックのロゴ書いてみてください。マクドナルドの、全部こんな感じじゃないですか。そうそうそう、大体こんな感じじゃん。おうおうおう。で、ロゴってやっぱすごいのが、あんまり意識して見てなくてもスッと入ってくるのよ。顔になるものっていうか。あー、なるほど。すごいデザインされたんだよね。で、思ったのが、ゆくゆくはニューポテトパーティーのロゴとかも欲しいなって思って、作れるようになりたい。そういうわけで、そのためにはやっぱ知識が必要なわけで、今日はいろんな企業のロゴを書いてみてもらおうかなって思います。まあ俺も一緒に書くんだけど、ロゴってやっぱね、意識して見てないから結構うろ覚えだったりするんだよ。意外と書けないよね。そう、意外と書けない。だから今日はその意外と書けないロゴを書いてみて勉強してもらおうかなと思います。やるしかねえな。で、早速ロゴを書いていきましょう。ロゴタクス提案。はい、じゃあまず第1問目お願いします。1問目、みんな大好きツイッター。ツイッターですね。オッケーです。俺こう見えて結構ツイハイだからね、ツイッターぐらいだったらね、多分書けるはず。あのね、形がわからん。はい、じゃあ翔太くん書きましたでしょうか。はい、俺が書いたツイッターのロゴはこちらです。でん、なんかさ、ちょっとなんかこう、ミダラな体勢がして、なんかちょっとミダラ、ちょっとエッチなツイッターみたいになってる。まあ、鳥だっていうのはさ、わかるじゃん。なんか丸かったなと思って。美大出てるからちょっと芸術的センスをさ寄せに行くのやめてよ、そういう。はい、じゃあ先生、続いてですね、はい、僕が書いたツイッターいきましょう。はい、僕が書いたツイッターロゴですね、こちらです。あー、え、でも近くない？近いかな。でも多分足なかったと思うんだけど。いや、なんかね、ちょっと迷った。わさわさすぎない？ソニックじゃん。ソニックザヘッジホッグだよ。ソニックザヘッジホッグ来ちゃった。じゃあ、ツイッターのロゴの正解を見てみましょう。はい、こちらですね。あ、ほらほらほら、向き違う、俺ら俺ら反対だったわ。して白なんだ俺。青いひよこじゃん。やばいよ。はい、ということで第1問はツイッターでございました。じゃあ続いてですね、第2問いきましょう。はい、第2問は Windows。 Windows。 はい、じゃあ書いていきますか。え、 Windows のロゴってどんな感じだったっけな。バージョンによって違うんだよね。 Windows 7できた。はい、書きましたでしょうか。はい、ではですね、翔太くんから Windows を発表してください。はい、俺が書いた Windows、こちらです。はい、クオリティ高い。いや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 、全然色わかんないもん。となんか後ろに影がファーってなってるイメージ。緑と青で迷ったんだよね。なるほど、はい、なるほど。じゃ次ですね、僕の Windows マーク、はい、こちらになります。おー、いい、なんか誰かいるんだよ。いや、やっぱ Windows って窓じゃん。なんか一人、なんか一人ぐらい覗いてるからと思ったよ。おっさんが覗いてる。覗いてねえ。という感じですね。はい、はい、Windows 7のマーク。あー、なるほど、ね、こちらですね、赤、青、黄色、はいはい、緑ですね。そうか、なるほどね。いやー、なるほど。よー、よかったんじゃないですか。おっさんはいなかった。おっさんいなかった。じゃあ続いてですね、第3問目お願いします。はい、第3問目、マスターカード。マスターカードか。暖色なイメージはある。いやー、なんかな、なんとなくしかわかんないんだな、やっぱ。はい、はい、行きました。じゃあまず翔太くんからお願いします。こちら、はい、あぁ丸が2個あって、ジュインってなって、あ、そう、なんかジュインってなってるね。そうそうそう、とりあえずこの赤とオレンジっぽいのがこう融合しかけてるみたいなイメージだった。でも俺もね、かなりイメージ近いんで、赤と黄色がそう融合しかけてるみたいな。ということで、僕のマスターカード、こちらです。ドン。いや、赤小さ、これ融合じゃん、新色で。融合なイメージだったんだよ。絶対に違う。何が分かるの。はい、ではですね、正解がこちらになります。はい、いやー、こうだっけ。めっちゃ普通に融合してんじゃん。俺もっとふわーって受け合ってると思った。あ、これ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 、これのイメージだったわ。なるほどね、96年のマスターカードのイメージ。生まれ年0歳からマスターカード使ってたの。カードで支払いでみたいな。オムツとミルクカード。オムツだ。オムツとミルクカードではおもろが。はい、ということで4問目お願いします。スターバックス。スターバックス。はい、じゃあ書いていきましょう。緑色の女っていうことは分かるよね。確かに。できた。はい、では翔太くんのロゴお願いします。こちらです。でん。おー、めっちゃ分かるわこれ。髪がさ、外巻きになっちゃうんだけど、多分ただのね、パーマなんだよ。コーヒー持ってる絵にしちゃったんだけど、多分ね、もしかしたらけど関係ないものかもしれない。じゃあ続いてですね、私のこのスターバックスのロゴがこちらですね。どうぞ。どん。ねえ、俺はさ、行きたくないもん。あ
足をこう持ってるイメージが何見せてるの。体は絶対このカフェでさ仕事とかしたくない。薄すぎる。店員さん絶対変わってる人だ。コーヒーない、カプチーノない、アイスコーヒーない、全部ない。全部ない。はい、答えを見てみましょうか。正解がこうですね、スターバックス。足持ってね。俺とはちょっと近くだから。足持ってるじゃん。足ではないけどね。確かに持ってるわ。なんだろうこれ。マーメイドなんじゃないの。なるほどね、そこら難易度高かったわ。はい、ということで続きまして5問目、 NASA。 NASA か、 NASA ですね。じゃあ書いていきましょう。宇宙感はあった気がするんだよね。地震、地震じゃん。でか、実際でかい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 、レッピーってやめられない、やめられない、レッピーってやめられない。はい、OK です。翔太くんの書いた NASA のロゴをお願いします。こちらです。おお超近いでしょそれ。これだったはず。でもやっぱさ、青い球体に赤いなんかそのスラッシュが入ってるイメージはめっちゃある。はい、じゃあ洋介さん。はい、私も書いた NASA はこちらでーす。どーん。待って、横なんだ。絶対これはね、 UFO をこの形で書く人昭和。ではね、見たでしょ、 NASA はもう我々人類にね、もうこういうロゴに UFO を書くことによって宇宙人の存在を知らしめてる。まあ、ね、ロゴタックスってやん。はい、じゃあ答え見てみましょうか。 NASA のロゴはこちらですね。あーあー、これ二股なんだね。二股なんだ。なんで、なんで宇宙人いないの。あ、これがね、早すぎてね。これ宇宙知ってる人の書き方だから。宇宙、これ宇宙知らない人の UFO の書き方。ちなみにニューポルトパーティーのロゴはいつ考えるんですか。募集しよっか。